どうも、ジョジョベーカリーです。本日はパン作りで無塩バターと有塩バター置き換えられるのかというテーマで話していこうと思います。無塩バターと有塩バター、パン作りでどちらを使うべきなのか、よく言われるのは無塩バターを使いましょうなんですよね。皆さんも聞いたことありましたかね。果たして有塩バターはダメなのでしょうか、疑問に思いますよね。でも無塩バター、有塩バター、どちらでもパンを作れた方が嬉しいですよね。実際バターとレシピに書いてあるけど、有塩バターでも大丈夫なの、無塩じゃなくて有塩バターで作ったらどうなるの、無塩バター切らしてて有塩バターを使いたい、そんな風に思うことありますよね。実際僕も昔家でパンを作る時に有塩バターしかなかった時があったんですよね。全然作れるでしょうと思って作ったんですけど、最終的に膨らみが悪かったり、とてもしょっぱいパンが出来上がってしまったんですよね。そしてパン作りで無塩バター使いましょうと知った後は、冷蔵庫に有塩バターしかない日はパン作りできなかったんですよね。無塩バターと有塩バターの違いを理解して正しく使わないと、パン作りは間違いなく失敗してしまいます。それがバターのせいだと分かればいいのですが、他の原因だと思ってしまったり、塩を大体減らしてしまったりして、さらなる失敗を呼んでしまうかもしれません。そして有塩バターしかなかった日は、パン作りを諦めるしかできなくなります。せっかくのモチベーションがもったいないです。なので今日の動画では、パン作りにおいて無塩バターと有塩バターの置き換えは可能なのか、もし置き換えるとすればどうしたらいいのかを話していきます。そうすれば、たとえ冷蔵庫に有塩バターしかない状態でも問題なくパンを作ることができます。その結果、パン作りで失敗する要因を減らすことができて、今後さらに上達することでしょう。今日は僕から問題を出していくので、考えながら動画を楽しんでもらえばなと思います。途中プレゼントの受け取りの重要なキーワードを話していくので、飛ばさずに動画を見ていただくようにお願いします。さらには飛ばしてしまうと、話してる内容が全然わからなくなってしまいます。プレゼントを見逃してしまう可能性があるので、ご注意ください。ただ倍速は OK です。あとはその他のパン作りの材料について解説した動画を見たい方は、今のうちにチャンネル登録をしてもらえればと思います。ということで、早速結論です。無塩バターと有塩バター置き換えは可能です。つまり、パン作りにおいて、無塩バターでも有塩バターでもどちらでも作れますよということです。はいはい、塩の量を調節すればいいからですね。そう思われた方へ一言、塩の量調節しなくていいです。無塩バターがお家になければ、有塩バター使って大丈夫です。そのまま使っちゃって OK です。いやいや、そんなことしたら失敗しますよ。そう思いますよね。その説明の前に、そもそも無塩バターと有塩バターの違いって何でしょう。これはわざわざ言わなくてもいいかもしれませんが、有塩バターには当然ながら塩分が含まれてますよね。メーカーによるものの、だいたい 1.5% が塩分です。つまり 100g あたり 1.5g の塩が含まれているということになります。 50g あたり 0.75g の塩が含まれています。 1g あたり 0.015g の塩が含まれています。 0.1g あたり 0.0015g の塩が含まれています。 0.001g あたり 0.0000 0.001g のバターってないやねんってなりますね。無塩バターをそのまま有塩バターに置き換えても大丈夫なのか。はい、大丈夫です。え、しょっぱくならないの？と思いますよね。確かに全ての場合においてそのまま置き換えても大丈夫ですよというわけではないんですよね。そもそも皆さんはパン作りにおいて塩の適切な配合があるのはご存知でしょうか。どのくらいの塩が入れればちょうどいいのというパーセンテージです。塩の適切な配合は一般的には 1% から 2% です。塩の配合が 1% から 2% って何に対してと思われたかもしれません。パン作りでよく言われる〇%の配合は基本粉の量に対してです。例えば 100g の粉を使ってパンを作る場合なら、塩 100g に対して1から 2% なので1g から 2g が適切ですよということになります。大丈夫ですかね。では突然ですが問題です。ででん、 150g の強力粉を使ってパンを作る場合、適切な塩の量は何 g から何 g でしょうか。3秒数えるので動画を止めて考えてみてください。3、2、1、
正解は 1.5g から 3g ですね。大丈夫でしょうか。 150g に 0.015 と 0.03 をかけるだけですよね。砂糖の量が増えると塩を減らさないといけないということもあるのですが、一旦今日は考えずに進めていきたいと思います。何言ってるのとハテナを浮かべた方もスルーして大丈夫です。ちなみに塩の配合が 1% を下回ると味が薄いパンになる、生地がだれて膨らみが悪くなる、こんなことが起こりかねます。反対に 2% を超えるととてもしょっぱちいパンになりますし、同じく膨らみ悪いパンになってしまいます。失敗してしまうんですよね。塩ってパン作りでは必須の材料ですし、加える量は少ないんですけどとても重要な材料なんですよね。ということで無塩バターを有塩バターに置き換えても大丈夫なのか実際考えてみましょう。例えば生地に使うバターが 20g の場合、塩分量 1.5% の有塩バターなら 20×0.015 で 0.3g、 0.3g の塩がプラスで入ることになります。 0.3g って聞いて皆さんどう思います？このくらいであれば計量の段階で誤差が出る数字ですよね。例えば計量器の中でも 0.1g まで測れるものと 1g まで測れるものがあります。 0.1g の計量器であれば誤差は少ないですよね。測ろうと思えば 0.3g ジャストで測れると思います。ただ 1g の計量器は塩の量が 2g ジャストでも 2.3g でも、なんなら 1.7g でも表示は 2g になる可能性があるんですよね。実際 1g 単位の計量器で 2g 測って 0.1 単位の計量器に移し替えると分かります。 2g ぴったりになることってそう多くないと思います。毎回 2g ジャストで測る天才計量職人がいたらごめんなさい。月3万くらいで僕の家で計量してほしいです。いや雇ってどうするねんって感じですが、まあちょっと考えてみてほしいんですよね。 1g 単位の計量器で測る人もいる中で、必ず 2g ジャストで作れないと失敗してしまうようなら、パン作りは難易度高すぎてみんなやめてしまいますよね。そんなに失敗するなら、僕も2年前にはエプロンをブックオフに売りに出してますよ。ブックオフが日本にじゃんってなっちゃうわけです。なので無塩バターを有塩バターに置き換えてもパン作りはできます。はい、大丈夫でしょうか。ただですよ、そのまま使うことが好ましいかと言われるとそうではないです。無塩バターで作る方が好ましいので、皆さんここは勘違いしないようによろしくお願いします。大事なのでもう一度言うと、有塩バターを無塩バターに置き換えてそのまま使うのはバターの量によっては許容できるけど、そもそも無塩バターの方が好ましいということです。例えば食パンのレシピで粉量が 250g、 塩が 5g の場合があったとします。ここで有塩バターを使うとどうなるのかという話をする前に、突然ですが問題です。デデン、粉量が 250g、 塩が 5g のこの食パンの配合、塩の割合は粉量に対して何%でしょうか。一旦動画を止めて電卓を持ってきてください。大丈夫でしょうか。では5秒時間を取りたいと思います。6、7、8、9、10。いや、なんで6秒からやねんって思いました。僕も思いました。答えは 2% ですよね。式は 5g÷250=0.02 という計算になります。これに 100% をかければ2。はい、ここの計算式がわからなければ居残りして先生と補講受けてもらいますからね。子供に勉強勉強って言いたくないですよね。ということで皆さん、僕が途中話した塩の適切な量を覚えてるでしょうか。 1% から 2% と話しましたよね。この食パンはすでに配合がマックスの 2% に設定されてますよね。もう塩はいらねえぜ、あとは愛情だけぶち込んでくれ、そう食パンが話されています。それなのに、例えばこの食パンに加えるバターが有塩で 30g だった場合はどうでしょう。塩はどのくらい増えちゃうでしょうか。せっかくなので考えてみましょう。ということで、デデン、問題です。デデン、有塩バター 30g には何 g の塩が含まれているでしょうか。塩分量は 100g あたり 1.5g とします。では動画を止めて電卓を打ってみましょう。これ実際にやってみてくださいね。僕も勉強勉強って言いたくないんですよね。では3秒待ちますので、動画と息を止めて計算してみましょう。3、2、1。はあ、
どうでしょう。正解は 0.4g ですね。有塩バター 1g あたりに塩が 0.015g 入ってることになるので、単純に30をかけるだけです。ということで、この 0.4g が生地に増えるとどうなるでしょうか。まずは味、食パンを食べた時の顔を表現したいと思います。とですね、かなりしょっぱい顔になってしまいます。おまけに膨らみも劣りますし、火通りも悪くなってしまいます。これだと失敗してしまうんですよね。なので初めから配合が塩の適量マックス 2% になっている場合に有塩バターを使ってしまうと、塩の量がかなりオーバーしてしまいます。でも 1g 単位のデジタルスケール使うと誤差出ませんか？ Exactly! おっしゃる通りです。2g 目指してるのに 2.45g 入る可能性もあります。だからこそ 0.1g で表記されてるデジタルスケールの方が失敗少なくして作ることができますよと言われてるんですけど、 1g 単位のケールだと必ず失敗するのか、そうでもないですよね。実際僕も 1g 単位のデジタルスケールを使ってずっとパンを作っていました。動画を見ている方の中でも 1g 単位を使ってるよという方もいらっしゃいますよね。 1g 単位のデジタルスケールじゃあ作れませんってことではないです。もしそうなら全国のブックオフは今頃エプロンだらけになってるはずです。では有塩バターをそのまま置き換えると塩の量が増えすぎて失敗してしまう、そもそも無塩バター家になくて有塩バターを使ってパンを作りたい、そんなパターンの時はどうすればいいのでしょうか。その答えはシンプルで、塩を減らせばいいのです。簡単な話ですよね。でも実際どのくらい塩を減らすといいの、適当でも大丈夫ということで、無塩バターを有塩バターに置き換える方法を問題を解きながらやってみましょうか。皆さん電卓は近くにありますか？ない方は今すぐブックオフへ行ってください。それでは無限の彼方へ、さあ行くぞ。大腸デデン、強力粉 200g、 塩 3g、 バター 20g のレシピがあります。イーストや水、砂糖などは一旦抜きで考えてみてください。 100g あたり 1.5g の塩が入っている有塩バターを使う場合、生地に入れる塩は何グラム減らせばいいでしょうか。ドヤ顔しながら3秒数えるので、その間に動画を止めて解いてみてください。いきますよ。3、2、1。どうでしょうか。正解は 0.3g 減らすですね。つまり塩は 2.7g 計量すれば、無塩バターで作った時と同じように作ることができます。皆さん大丈夫でしょうか。式はバター 20g かける有塩バターの塩分 1.5%、 つまり 20×0.015、 答えは 0.3g の塩が余分に入ってしまうので、その分減らすということですね。ついてこれてますか。2問目いきましょう。デデン、強力粉 500g、 塩 10g、 バター 50g、 その他の材料のレシピにおいて、同じく 100g あたり 1.5% の塩が入っている有塩バターで作る場合、生地に入れる塩は何 g 減らせばいいでしょうか。3秒待つので動画を止めて考えてみてください。3、2、1。どうでしょう。あ、今ふざけたカウントダウンすると思いました。僕のチャンネル見てくれてる方ならわかると思いますが、僕はすっごく真面目です。ということで答えいきましょう。正解は 0.75g の塩を減らせばいいですね。つまり 5g 引く 0.75g で 4.25g の塩を生地に入れれば、無塩バターを使った時と同じように作ることができます。計算式は大丈夫ですかね。バター 50×1.5%、 つまり 50×0.015 で答えは 0.75g。 有塩バターを使うと 0.75g 塩の量が多くなってしまいますので、その分減らせば大丈夫だよということになりますね。実際 0.01g で測れるデジタルスケールってそうそうないと思います。なのでこの場合だと 0.75 じゃなくて 0.8g 減らすのように、切りのいい数字にすればいいのです。 0.1 単位のデジタルスケール使ってないよという方は四捨五入して切りのいい数字の塩を減らしましょう。その時に塩の量が 1-2% の範囲になっていれば、大きな失敗はなくなります。ここまで皆さんにワークを通して計算していただきましたけど、僕が今話した式って言葉だけだと分かりづらいですよね。そして毎回動画を見返すのも大変だと思います。ということで、今日使った無塩バターを有塩バターに置き換える計算式を画像にまとめました。
概要欄一番上の LINE からメッセージで計算式と送ってください。計算式が書いてある画像を無料配布させていただきますので今のうちに受け取ってください。その他にも今なら全粒粉使い切りレシピ5選、全粒粉のパンケーキ、全粒粉入り抹茶とホワイトチョコのマフィン、全粒粉入り黒ごまスコーン、全粒粉配合紅茶バナナパウンドケーキ、全粒粉 50% サクホロココアクッキー、パン作りでよく使われる材料36選の糖質カロリー早見表、現役パン講師おすすめパン作り紙道具9選、一発でわかる糖質カロリー自動計算シート、食べてもやするパンのレシピ1覧、低糖質パンを食べるべき本当の理由、スライド82枚、スライド資料徹底解説動画24分、これらもまとめてプレゼントいたします。合計7つの特典を動画を見てくれた方全員へプレゼントさせてください。ちなみに7つの特典は全て無料です。プレゼントは今後なくす可能性もあるので欲しい方は今のうちに概要欄一番上の LINE よりお受け取りください。冒頭では無塩バターを有塩バターにそのまま置き換えれますよと話しました。それは使うバターの量が少ない場合、計量時点での誤差の範囲になるからでしたね。ただ有塩バターをそのまま使うのは問題ないわけではなく好ましくはないので、有塩バター分の塩を減らす必要があります。その計算式は忘れてしまうと思うので、僕の公式 LINE に計算式とメッセージしていただくと計算式をまとめた資料を配布していますので、見返して忘れないように見てみてください。今回無塩バターを有塩バターに置き換えれるのか話していきましたけど、どうでした？簡単そうに感じました？実際有塩バターの方が無塩バターよりも金額は安いですよね。僕は最初なんで有塩バターの方安いんやと思ったのですが、塩が入ってる有塩バターの方が保存性が高くお店にも長く置いていけるからなんですよね。バターはパン作りでよく使われる材料ですし、値段も材料の中では高い方ですよね。そんな時に少しでもコストを下げて作りたい方もいらっしゃると思います。有塩バターの方が価格は安いので、今日の置き換え方法を知れば結果的にコストを下げれますよね。それに慣れてしまえば難しくないことだと思いますし、置き換えできるという一つのスキルになりますよね。パン作りやお菓子作りにハマっていくと、今回のタイトルのようにこれって置き換えられるのかな、今日はこの材料で作ってみようかなとか、いろいろ疑問に感じたりやってみたいことって出てきますよね。そこまで来れば手作りを楽しめてるんじゃないかなと思います。今日はバターに関してでしたけど、過去には牛乳と水を置き換えた方法を話した動画もあるので、そちらもぜひご覧ください。ちょっとした疑問を解消してパン作りの失敗が減って、より快適に楽しんでもらえばなと思います。今後も置き換え系の動画を解説したいなと思っていますので、まだチャンネル登録してない方は今のうちにしてもらえればと思います。少しでもいいなとか勉強になったよという方はグッドボタンを押してくれるとめっちゃ嬉しいです。ということで本日もありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。